谷口恵三は、日本の政治家、岡山県津山市長、岡山県津山市下、高倉西に生まれる、津山市立津山東中学校、岡山県立津山高等学校、中央大学小学部卒業。1988年から加藤武則参議院、議員、加藤則文参議院議員らの秘書を務めた。1995年、 津山市議会議員選挙に初当選。審議を計算機務めた。2007年、岡山県議会議員選挙に初当選。2010年、岡山大学大学院社会文化科学研究所博士前期課程終了。2011年、県議に再選。県議時代は自由民主党に所属した。2014年2月9日に行われた。 津山市長選挙に出馬するも現職の宮地明則に敗れた。投票率は43.63%。2018年2月11日に行われた市長選で前回敗れた宮所野を下し、初当選した。投票率は55.81%。宮所野は人気満了を前に辞職願いを市議会議長へ提出。 2月26日開会の市議会定例会で辞職が同意され、谷口は2月27日付で新市長に就任した。ありがとうございます。